挨拶まだ意味わからんことで読んじゃう。どうも、イカリユッティです。イカリユッティって誰？イカリ言動の、イカリ言動のユッティ。そういうことね。一番混ざらん二人。はい、どうもシャルです。うちです。パニックモンキーです。イエイ。ということでね、今日はね、もうすごいテンション高い。まあ深夜テンション入ってるっていうね。それもあるわな。まあ深夜じゃないけどな、まだ12時もね。でも今日の曲めっちゃ盛大って聞いたから。いや、もうほんまにね、今までやってきた企画の中で一番おもろいかもしれない。らしいな。もうちょっと今回自信持ってます。いいですか、発表させてもらって。すいません、いきます。おい、企画考えてみた。早速、はい、来ました。もう、あ、企画がもうないよね、うん、思いつかへんのよね。俺ら何のために YouTuber になったんや。あ、企画力ゼロゼロだね。ちょっと今回あの金谷もいるし、3人でちょっと話し合いしながらね、ちょっと考えようか。まあちょっと視聴者さんにも助けてもらいながらやっていこうと思うんで、うん、オーケー。どう最近元気にしてる？元気にしてるよ。あ、ほんま、うん。なあ、まあ俺はでもとりあえず2人でも髪の毛長いから、うん、一旦髪の毛は切らないな。せやな、その、はい、特に俺が今やりたいのがウッチーの垢抜け。垢抜けね。でこいつの髪の毛をまず切るところから始まって、うん、顔色を明るくして、うん、髭とかもちゃんと剃らして、とりあえず清潔感よな。うん、今現在こいつへの評価っていうのがやっぱ病人やから。病気になってるからな、うん、動画見る内容の前に顔色大丈夫っていうのがやっぱよくある。心配されてるね。うん、それはお前が直していかなかったとかやな。いや、ほんまな、いろいろでも企画って無限やんな、正直。ただそれがじゃあ実現できるような企画があるかって言われたらなかなか難しくて、それを今回ね、皆さんにもあの助けていただきながら、コメント欄とかでね、あのこういう企画どうっていう案出してくれたらめちゃめちゃ助かります、正直。てかもう今そのコメントした瞬間にそれやる。もうほんまそのレベル。とりあえずね、あの僕らで考えた企画あるんで、ちょっと金谷読み上げてもらっていいですか。まず、はい、1万円大食い企画。あ、出た出た。俺らに全く不向きなやつやな。次は次はジブリご飯再現。ああ、いいよ。まあ一番簡単なのはやっぱハウルのあれじゃん、あの、あ、カルシファーやろ。カルシファー、うん、目玉焼き。そうそうそう、あれめっちゃ俺もう映画見た時めっちゃうまそうやな思ったし。ガスコンロ用意したらカルシファーできるしな。あとはもう横の方でおい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 、まあ、そういうハウルハウル、ありありあり言うてたんやろ、うん、できるやん、俺その役するし。でお前がご飯作ってくれたんやん。あ、まあ、ジブリじゃないけど、あのハイジのさ、あのチーズのさ、トースト覚えてる？あ、ハイジ食ってたな、チーズダカルビやろ、うん、そう。時代酒は知ってるね、うん、今時のハイジは。いいよな、でもそういうのもな、作れてもうだいぶアニメ感あるやん、うん、まあでも作る側は間違いなくわしがやるかな。せやわな。オッケー、じゃあ次はドンキでかくれんぼしたら一生見つからない説。あ、まあそういうのはまだ無理なんやろな。まあその許可とか、そうそう、許可が取れへんやろ。次はカラオケで90点取れるまで帰れません。あ、でもこれもどうなんやろな、その著作権的にやっぱり音楽はかけれへんねやんな。無音で画面だけ映す。せやんな、やっぱアカペラで歌ってっていうのはちょっと恥ずかしさもあるよな。まあ2人で ガチで取りに行こうってなったらクソじゃん。いや別に片方ずつ取ったらいいや。無理無理無理、俺が無理よ。いやいや、俺いけるもんだって。はい、次。次 UFO キャッチャー1万円対決。ああ、それはでも楽しいよな。やし、正直まあいやらしい話、子供がいっぱい見てくれそう。まあな、うん、視聴回数増やすっていう分にはそういうのはありやな、ね、やっぱりゲームセンター企画っていうのはだいぶありやと思う。俺らも楽しいしな。次は、次は食わず嫌い王。あー、食わず嫌い王か。やりたくないです。お前でも一番やりたくない。俺食えるからな、基本的に食い物全部。梅干し食べ出されたら俺も多分YouTube やめるし。やめますよ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 。詳しい。あ、今の思いついた。寝てる友達の顔の周りに梅干し敷き詰めてみた。とりあえずトラウマにあるやろな。次。口に牛乳含んで面白動画。あ、そういうのいいよな。まあまあまあ。やっぱ見てる人も楽しいやん。
人が笑うってやっぱりな、見てる側も楽しくなるから、そういうのはほんまに大切やと思うな。次、ラーメン替え玉チャレンジ。ああ、それは結構ガチで俺いい勝負するかもしれん。まあ俺はリアルなやつで言ったら4か5はいけるな。俺10人はいける自信やもん。やろうよ。じゃあやろう、やろう。それはもういつでもやれる。負けたら罰ゲームちゃんとしやん。いいよ、替え玉にいいやろ、罰ゲーム。いいよ、食えよ、食えよ。やったらんげ。次、次はチェーン店系のトップ10当てるまで帰る。あー、まだ空気や。わがままな、分かってんで、ね、うん、わがままな分かってるけども、やっぱご飯は美味しく食べたい。まあまあ分かってんで、ね、俺に味覚はないことは。まあ味覚も嗅覚も何もない、うん、ないけど。やっぱな、食べ物は美味しく食べたいからさ。五感の3つは死んでるから。うん、今でも鼻はほんまに死んでる。嫌から俺お茶見せてんで、ね、ええで。いや、もう言うとこはほんまに。ぐちゃなんか匂わんでも分かるって。次、2人向けパチンコで稼いだお金に生活。ああ、こういうのもほんまにやりたい。まあ、あの裕福にやってからやから。でもほんまに実際に1日1万円で勝負とかで、うん、まあ、5000円でもいいや、金ないし、うんうん、やって買った金で飯食う、負けたら飯食えない、うん、とかでもいいよな。でもそれこそ宝くじとかな、うん、年末ジャンボ、あ、まあ、じゃあ例えばな、あの某 YouTuber やったら100万円年末ジャンボ買ってみたら、俺やったら300円金ねえから300円で宝くじ買ってきました。1枚どうかになる。せめてスクラッチしようこいつはな。10枚なかったな。あ、そんな、でもスクラッチ削ってみたとかやっぱ見るもんな、結構みんな、うん、ああいうのでもいいと思う。簡単やしな、やりやすい。いずれやな。まあでもこんな感じでね、企画っていう企画はね、割といっぱいあるんですよ。そう、ただまあやっぱりね、それをじゃあどれが面白くなるかっていうのでえりすぐった結果、企画なくなっちゃうのね。まあ考えて考えて考えて、あー、でも先延ばしにしてるから。そうそうそう、一周回ってまいな、うん、でやっぱりこう結局はそのね、どんだけ企画がいっぱい出ても僕らの中でまとめられへんかったりするから、あのみんなのね声を聞かせてもらって、うん、この企画やってほしいとかね、そういうのあったらね、ぜひとも言っていってください、うん、やってこうと思うよ。いや、ほんまに僕らね、どんどん頑張って動画配信出していくんで、これからもよろしくお願いします。ということでね、今日の企画はここまでということで、まあ企画っていうのかわからんけどな、企画考えてみた企画、はい、企画、え、溝端会議溝端会議してみたということで、今日はね、これぐらいで終わりたいと思います。じゃあ皆さんね、コメントの方待ってますんで、よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。